どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も映画内やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで今回はですね、決勝戦やっていきましょう。村松さん、神奈川のアンド製造機らしいです。かっこいいね。スピードスターとかの方が名前的には合ってるけど、まあいいや。はい、やっていきましょうってな感じで、オーダーはベストオーダーでいく、ベストオーダーでいく、ベストオーダーでいくならこれよ。多分もうこれがベストなオーダーですね。まあこれかな、行くなら。そうね、これで行きましょうか。なんか、まあ、気になる竹林使いたいけど、まあ、代打で控えてもらいましょう。行きましょう、しゃがし。さあ、夏の県大会決勝戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価していってください。よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでですね、もうちょいで1000人いけます。よかったら皆さんご協力をお願いいたします。チャンネル登録してってください。コメントもしていただけると嬉しいです。総合戦力 B 強いね。まあなかなか強い高校、まあその強い高校に負けないのが俺たちです。俺たちを取ると王者高校、誰よりも涙を流したのは王者高校、誰よりも涙を拭いたのは王者高校、誰よりもよだれを楽したのは王者高校。そう、その王者の鼓動を胸に抱き、どんどんとどんどんとどんどんとと弾けを切らすのは、そう、俺ら王者聖堂、聖堂じゃの高校だわ。もうオリジナル高校、高校高校オリジナルです。これが。かっこいいでしょ。なんもかっこいいか思えないけど。はい、なんかあの適当におじいさんで言ってみました。はい、頑張りましょう。頑張れ頑張れ、草野。負けるな負けるな。頑張れ頑張れ、草野。負け、おい、フォアボールは許さん。フォアボールは許さん。うん、中間でいいな。中間で。1点も与えないようなピッチングをしてほしい。1点も与えないような圧倒的なピッチング。あ、ホーム、ナイスナイス、いいぞいいぞ。ファースト誰、今ファースト誰、福保さんか。福保さんうまいね、さすが、うまい蹴り上だ。もうこの立川と福保さんのファインプレーを見過ごすわけにはいかない。 OK、ミスミスとやるわけにはいかんかった。素晴らしい、あざす。1点取った、1点取った、1点取られたんだ。1点取られてるよ、取られてるよ、取られちゃったよ、やばいよ、1点取られちゃってるよ。どうしよう、どうしよう、ママ、もうママなんて人生で一回もことないけどな。ママどうしよう、ママパパ、ママどうしよう、ママ OK、 まだ手入れ、それはあなたが大きくなった証拠よ。はい、背中し、背中し、まあ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 、死んでいた死んでいた。4番につなげた、4番につなげた。いや、ここか、高校の使いどころ。引っ張るしかないっしょ、引っ張るしかないっしょ。もう思い切り引っ張ってほしい、もう心置きなく引っ張って、芯に当てて、あーあー、ドカンと一発乗ったハゲ頭。まあまあハゲ頭にはちょっと遠かったね。ノアと一例、点をやるわけにはいかないんだ。とりあえず、とりあえず点はやらん、点はやらん方向で頼む、点はやらん方向で。相手絶不調だぜ、相手もなかなかだね、相手もなかなか俺らの上を行ってくるね。まあここは低めに行きましょう。これも取れるね。 OKOKOK、 別に行こう、安全に行こう、安全に、大事に行こう、大事に決めようか、一気に行くぜ、行こう行こう、一気に決めようぜ。オッケー、ここもさ、うまいうまい、今のはでかい、今のはでかい、さすが。こう、これだから守備力を上げちゃうんだよね。これだから守備かと補給 A にしたくなっちゃうんだよ。裏側もうまいよ、ナイス、いいぞ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 、ボスいいぞ、福岡。オッケー、13で、これは点取らなとあかん、点取らなあかん。はい、点取らなあかん流れで、ここは選択肢で。オッケー、ナイスナイスナイス、素晴らしい。とりあえず同点、でかいでかいでかい、これはでかい。裏側、地球の裏側まで打てるかい、裏側、地球の裏側まで。あー、ファーストミットの裏側もいけなかったね。おし、草野、ここだな、才能開花、ここじゃない、そろそろホームラン打つ場面。ホームランいつまでだっても打てないんだよな、草野。ホームランを打つために俺弾道2にしたんだけど。まあ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 、もう永遠と戦ってやるよ、お前らと。どんどっと、どんどっと、どんどっと。地球のことがどんどっと。
ほとんどっと。オッケー、ゲッツ、ゲッツ。ごめん。エンドランじゃない、今の。ここは別にコントロールまだまだ上げれるし、草野、いきます。草野、いきまーす。オッケー。浦川のところに打たせるなんてナンセンスだね。ナンセンスだね。草野。甘いところには打たせたくない。広角持ちと、臭いところで攻めよう。オール臭いところ。もう、臭いところにしか攻めない。オッケー！オッケー！珍しく相手の能力を見た俺。俺し。桃太郎走れる？走ってみる？オッケー！走れる！オッケー！いいね！中郷。決めてやってくれ。中郷、楽にしてやってほしい。おわーおかみー。背中し。センターに、基本に忠実。なあ、まあ、相手が強い。相手が強いんじゃ。相手強いな。相手強いな。本当に、本物に、ほんまに強えぞ。代打行くか。代打三浦だな。一本出ればでかい。お祭り。一本出ればでかい。一本出ればでかい。広角に乗せて。あ、当たりはいいんだよ、マジ。マジ神なんだよな、当たりは。まあ、しょうがない。ここは多分この回点取れんから、この回じゃない、点取るところは。お、打てた。もう打てたけど、ダイソー出せないんだよ、草薙はさすがに。3連陣控えさせてないから。もうさすがにね、3連陣控えさせるほどの、育成のゆとりが、超だ、警戒しすぎやろ。できればね、村松さんから攻撃始めたかったけど、まあそれは仕方ない。桃太郎。鬼退治と行く？鬼退治と行っちゃう？鬼退治しちゃう？鬼退治行く？いいよ、別に鬼退治しても。鬼退治しちゃって？できるなら鬼退治してほしい。金子っていう鬼退治してよ。退治して？あー、まあ、ガシバリ、トゥーマバール。バーラ、バーラ、バーラ。サード守れるね。そのまま行こう。まあ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 。永遠とこの戦いを続けるのが、それが正解なのか、いいのかは、俺しか知らん。草野。まあ今日不調だからな、草野。マジ急成長が良かったわ。マジ急成長が見たかったわ。オッケー。伝令1枚切っとくか。1枚伝令切っときましょう。金子。もうこれで、スタミナの心配はないね。もう金色の指示を使っていく。金色の指示。オッケー。金色の指示。オッケーオッケーオッケー。うまい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 。次の回っすね。中郷から始まるから、中郷から始まるこの回で点取りを取れないと、ちょっときつくなってくる。オッケー、三浦うまい。三浦でよかった。三浦でよかった。中郷から始まる、中郷から始まるリズムに合わせて、中郷、中郷。もうそれ同じこと言ってるから負けたけど、中ゴー、次は、つくだ。中ゴーから始まるリズムに合わせられてないんだよな。つくだ。いや、あ、ちゃう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 。なんか、コントローラーが言うこと聞かん。行こう。つくだ。あー、なんか長打警戒うぜえな。猛烈に長打警戒うぜえな。小久保さん。精密機械。一本打ってほしいです。打ってほしいです。打ってほしいな。打ってほしいな。ここ繋げたらでかいぞ。うん。長打警戒。もう本当に長打警戒。いいよ、別に長打警戒するなら。長打警戒するならそれでも、こっち草野で一人投げかけられてるから。もう舐めるなよ。海浦かっこいいね。それ今度教えて。それ今度教えて。俺サードの時そういうのできないの。できるな。前やったな。前やって肩痛くなったな。できるわ、俺。なんでもない。三浦やっぱいいや。教えなくていいよ。はい。打たせたくない、こっちには。オッケー。桃太郎、いいね。安定してるよ。ね、草野が絡む攻撃の時には俺ら多分点取れないのよ。だから、草野が絡まない攻撃の時に点を取りたい。だから取るならこの回かな？縦原から始まる。で、9回の頭脳の観点もあって、縦原を下ろすわけにはいかない。調子、あー、チャンス目か。縦原を下ろすわけにはいかない。やっぱそうすると、
まだまだか。ここは、砂返し、狙いに行く。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 疲れた。オッケー、しばく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 、オッケー。ここ走らせます。相手のクイックがそんなにいい人が出てこないことを祈る。オッケー、走れるな。え、マジかよ。マジかよ。そこでミスるか。フロード、そこでミスるか。今の期待したんだけど。にゃー、いや、これの次だな。12で攻める。12で攻める。オッケー。いや、オッケー、オッケー、いいよ。フロード。さっきのミスは許してやろう。これでツーアウト、ランナーありません。頑張ろう。俺の足が痺れてきたんだ。俺の足が痺れてきた。ちょっと体勢変えたいから、頑張っといて。オッケー、桃太郎。あ、桃太郎？桃太郎！いや、天才だからさすがに、桃太郎は攻めないよ。桃太郎は攻めないよ。打たせてどれを出してる俺が悪い。桃太郎が打たれたら。行こう。オッケー！さすが。味方のエラーまで、すべてカバー。さすが。決めてやってくれ。草野。お前から始まる回はさすがに点取れないんだよな。やっぱそうだよな。いや、オッケー！奇跡起こった。かといってダイソーは出せない。村正にかけるしかない。お祭りかけよう。片目打ち、これで発動。もともとは持ってたな。まあいっか。オッケー、いったー。でっけー。This is gone。 This is gone。 出てるよ、出てるよ、出てるよ、出てるよ。よし、打とうか。福保さん、村正さんが打ったんだ。同じホークスのよしみ。あららら、ら、いや、次の回点取ります。点取る、点取りますよね。抑えます。とりあえず最低限は出した。出さなきゃいけない人は全員出してある。草野、 OK、 いいよ、いいよ、いいよ。もう決めるしかねえんだ俺らは。俺らはやるしかねえんだ。ようしのいだわここまで。村松さんもようやったわ。てか阿部比が強えわ。結論、阿部比が強い。マジでみんなもね、阿部比を積極的に使っててほしい。阿部比の強さ、これでわかるでしょ。阿部比を。オッケー、まあ、これがうちのチームで一番守備が上手い人。アザース匠。よし、勝ったー。よし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 。いや、そんな感じでまた皆さん、次回の動画で、お会いしましょう。オッケー、結構上がったな。さすがタイブレイク。さすがだね。タイブレイク？タイブレイクじゃねえな。タイブレイクじゃあねえな。まだね。